皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドカポンアップ無限のルーレットのファミ通紹介をしていきたいと思います。バラエティ豊かなダウンロードコンテンツで楽しさアップです。まずはキャラクターイベント、発生するキャラクターイベント、カムチャタール一味、手数料と引き換えに他のキャラクターから何か盗んでもらうことができます。モズヌ、山賊のモズヌは拾った装備品を売りつけてきます。どんな装備品なのかは代金を支払うまで分かりませんが、運が良ければ格安で強い装備が手に入ることもあります。テオロ、テオロ、気のいいテオロは投資している近く村の近くを開拓してみないかと持ちかけてきます。手数料を支払って開拓に成功すればその村の価値が2倍になります。チキナロ、アイテムを購入することができます。希少なアイテムを持っていることが多いので在庫には限りがあります。では続きまして、ダウンロードコンテンツ情報1、プレイアブルキャラクター、どうやら3人のキャラクターが参戦するようです。では紹介します。カルラ、キャラクターボイスは田中敦子さんです。ギリアギナ族の女剣士で、この種族は戦闘能力が極めて高く、特注品の大切たちを振り回して戦います。続きまして、奥義、キャラクターボイスは桜井貴博さんです。義族のノスリの弟で、若いですが非常に切れ者であり、長砲と副芸が得意です。続きまして、みなぎ、キャラクターボイスは種崎あつみさんです。カラザと呼ばれる組織に属する姫で、世間知らずで少々天然気質なところがありますが、いざという時には堂々とした態度で立ち向かいます。続きまして、ダウンロードコンテンツ第2弾、コミュニケーションスタンプ、ドカポンシリーズの家庭用版では初となるオンラインマッチを搭載しています。このモードに合わせてコミュニケーションツールのスタンプも収録されています。他のプレイヤーと楽しく交流します。そしてダウンロードコンテンツ情報3、ステージ BGM、 ステージで流れる BGM をプレイヤーが自由にカスタマイズできるのも魅力です。有料ダウンロードコンテンツを購入すると、ロストフラグの BGM をアレンジしたマリオネットアップエディットと、長官の箱にはアップエディットが追加されます。また、ダウンロードコンテンツは個別で購入できるほか、キャラクター、スタンプ、BGM がまとめて買えるセットの販売もあります。まあ、そんな感じで今回はこの辺でドカポンアップ無限のルーレットのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。